キー有リタ駅は、和歌山県東室郡串本町有田タにある、西日本旅客鉄道規制本線の駅である。有田タと名乗るが、同県の有田タ市とは関係ない。有田タ市は有田であり、同市の中心駅は、美ノ島駅である。この駅は1940年8月、国鉄規制再線の広順駅から串本駅までの開通とともに開業した。 その後、あたり駅は1959年、今の紀勢本線が全通し、亀山駅と和歌山駅の間が、紀勢本線となったのを受け、国鉄紀勢本線の駅となり、さらに国鉄分割民営化を経て、現在に至っている。2016年には、紀勢線各駅を舞台に展開される、アートイベント、木の国トレイナートにおいて、和歌山市の画家松尾夢が、木有田駅に抽象画を描いた。 島式ホーム一面二線で交換可能の地上駅。新宮駅管理の無人駅であるが、古くからの駅舎が残っている。駅舎は線路南側にあり、ホームへは串本よりの港内踏切で連絡している。なお、港内踏切には遮断機がついている。2021年3月13日より愛国家が利用可能になる。近年の1日平均乗車人員は、 以下の通り。ABCD ネサ悟ル、週刊歴史で巡る、鉄道全路線国鉄、JR25 号規制本線、山宮線、名称線、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、週刊朝日百科、2010年1月10日、19から21ページ。アートが繋ぐ列車の旅、読売新聞2016年9月10日付。 大阪本社長官27面。日本国有鉄道工事 S60.3 1 2口1812021年春ダイヤ改正について、西日本旅客鉄道和歌山支社、オリジナルの2020年12月18日時点におけるアーカイブ。 https://web.archive.org/web/20201218081506/https:www.westjr.co.jp/press/article/items/20121800 は、かやま、pdf2020 年12月22日閲覧。 和歌山県統計年間及び和歌山県公共交通機関投資領収、ありがとうございます。